最近なんか面白いことないドラマとかで見よう。ああ、でも、その芸祭の話に戻りますけど、うん、AKB ちょっと好きになりました。死んでしまい。あ、普通に、そもそも平野綾ってわかります？わかんない。わかんない。知ってる？あれ、君。知らないです。知らないよね。秋葉48の一員なの、その人は。いやー、違うわ。一緒になっちゃった。思ったんだよ。一緒になっちゃってる。あまあ、芸祭って結構いつもゲスト呼ぶんですけど、うん、まあ、最初に、その F4 っていう韓国の、あ、韓国じゃないかな。下手したら香港かもしれない。ちょっと よくわかんないですけど。F4 ってあれでしょ？あの、花より団子の。そうそうそう。それを向こうでやる。向こうが初めにドラマ化したから、日本がパクってるから。だから、それに向こうでは本物がいるんですよ。そうそう。まあ、向こうで F4 っていうアイドルグループがいて、その一人がまずステージゲストで一人と、あと次のステージゲストで平野綾ってのと、で、次のゲストで AKB48 だったんですよ。うん、で、まあ、だから平野綾と AKB48 は何の関係もないです。ただ同じイベントにいたっていうだけです。え、その人は何やってるの？普通のアイドル？平野綾。いや、当ててみてください。アイドルで当ててみるってことは、純粋なアイドルじゃないってことでしょ？例えば、ね。楽しいですね。だから、あった、リアルにやっていい、うん、ネットアイドルだ。あ、怒られるわ。え、違う。ネットから出てくんな。怒られるわ。あ、わかった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 。小説家だ。いやいやいや、小説家ステージゲストで呼ばないでしょ。ステージゲストで呼ばれる感じですよ。あとまあ、色として、そんなに、乱れてはないですよな、バランス的に。そんなだから飛んでないですよ。AKB48 の前に小説家呼んだらおかしくないですか？いや、なんか、誰だろうと、結構旬な人なんだ。まあ、割と。普通に、ちょっと幅が広くなるんだけど、歌い手だね。今歌ってますよ。だから歌がメインだ。バンドかなんかやってる。すいません、ね、これで旅に平野綾ってつけます。怒られるわ。え、どのぐらい人気あるの？結構かなり。その分野じゃん。その分野って何？その分野って音楽じゃなくて、音楽じゃなくて、なんかその分野があるんだ。うん、まあ、でも音楽とそんな離れてないですから。だから、あれか。ジャンルだ。テクノとか。しぼんだなぁ。残念だ。がっかりだよ。え、いくつの人？いくつの子なの？いくつに見える？18ぐらいかな。2000ぐらい。まあ、もうちょい言ってますけど、20歳前後ですけど、確か。音楽やってるまででしょ？え、テレビ出てないでしょ？あんま出ない。うん。あんまり出てない。出てるとも言えるし。うん、出てるとは言えるけど。めちゃめちゃ出てるとは言えるけど、出てないじゃん。へーとか呼ばれる？まあ、ないっすね。うん？一回呼ばれる。マジで？マジで？あれ呼ばれてます。うわ、俺知らない。出たしますよ。あれの歌はねえぞ。じゃあ歌はそんなに良くないんだ。いや、でも売れてますよ。うん、普通に。オリコントップ10に入ってますよ。入ってない。なはず。その世界で声優だ！おー、すごい。それ褒めていいですか？いや、でも。みんなで乾杯した方がいいですか？しょうがない、しょうがない。当たっちゃったから。あ、声優だ！そうです。よくわかりました、ね。いや、歌、売れてる、いろいろ考えてて、アニメソングを考えて、え、何のアニメソング歌ってんの？ワンピース？声優だって言ってんだろ、そこですよ。
歌は別にそんなか、まあ、もちろん自分のやってるのも歌ってますけど、うん、そんなか、あんま関係ないです。え、何の違う？なんつうか、結構オリジナルの歌とか歌ってます。え、自分で曲作ってんの？それはないと思う。いや、俺もあんまその人について詳しくないから。すぐ18ぐらいなんだ。いや、もうちょっといってると思いますよ。28ぐらい？だいぶそう読んでだから、言ったし、俺話してんのだ。はい。声優か。いや、でも平野綾もすっごい可愛かったです。やっぱし。俺の井上麻里奈がちょっと負けそうかな。井上麻里奈もわかんないよ。いや、まあ同じ声優なんですけど。別に俺のでもないし。いや、そう言ってほしかった。声優なんて本当わかんない。そう。秋葉。いや、でも平野綾可愛いし、やっぱ人気あるのわかります。てか、もともと子役だったんですって。なんか言ってた。何見てたの？あ、知らないけど。あ、見たいな。あれ、何やってんの？あれ。生きてパソコンないで、なんか見てみたいな顔。ああ。いや、まあ、別にいいんだけどさ。いや、見れなくないし。どうせ可愛いでしょ。俺、人が可愛いって言ってるの見て、微妙だなって思ったことないもん。絶対可愛いと思うんで。ほぼ絶対可愛いと思ってる。見ます？だせっかくインターネット放送なんだから。あ、可愛いな。いや、でも、画像で見、これ古いよね。はっちゃける前の方が可愛いです。はっちゃける前か。昔の方が可愛い。画像で見よう。コアな方がそう言うんです。いや、昔はもう、これ画像ってどうやってるの？今のはひどいね。今は結構可愛かったけど、ね、最近こんな感じでしたよ。俺が見たのは。でもなんでだろうね。なんで声優になったんだろうね。こういう感じで。いや、さっき俺たち知ってますね。さっき言いかけてたんだ。いや、だから慣れ、ドラマがなんかね、ナレーションをするときになって、うん、で、やったら意外といいから、うん、こっちの方をやってみれば、みたいな感じで、結局そっちが本読んだったっぽいですよ。じゃあ、変な才能があったばっかしにテレビに出ていくのも、だってもともとアイドルを目指したんでしょ？そさ、アイドルかどうか。まあ、女優を目指したんでしょ？ああ、まあ、そうですね。でもこれからいけますよ、全然。で、この平野綾ってこう、もう良かったし、で、その後 AKB だったんですけど、AKB も良かったっていう。それが一番盛り上がりましたね、最近俺の中のプライベートは。全員来てたの？いやいや、AKB って3つあるんですけど、チームが。A と K、A チーム、K チーム、B チームなんですけど、まあ、A チームは来てました。A チームが一番、新学校が、新学校っていうか、新学クラスっていうか、一番いい、ね。昔からいる人らです、確か。あ、そうなんだ。でも、年はほとんどみんな同じなんでしょ？まあ、大体。そんな、28とかは言いませんよ。全部合わせて48人でしょ？確か揃ったんじゃないかな、最近。ちょっと前揃ってなかったんだけど、46ぐらいだった。あ、そうなんだ。いや、すっごいなんか、新鮮でしたね。その2年前ぐらいに俺 Perfume の最初ライブ行ったんですけど、そのぐらいにちょっとだけ生き残ってた人らが全員でしたから、AKB の場合は。そのアイドル系の応援の仕方っていうか。あ、すごい。あと、まあ AKB 自体もすごい良かったです。